脳が疲れると甘いものが欲しくなりますそれには理由があります甘くて食感がいいチョコレートなどを脳が記憶くしているので脳が疲れるとチョコレートが欲しくなりますが本当は違うものを脳が求めています脳が求めているものとしては例えばりんごなど甘くてサラサラした唾液が出るものがあります だからチョコレートが欲しくなったらチョコレートを食べるのを我慢してりんごのエキスを飲むと我慢ができます体は糖質と脂質、タンパク質をエネルギーに変換することができますが脳は糖質のみしかエネルギーに変換することができませんだから頭が疲れると糖質である甘いものが欲しくなります。 それなら甘いものでいいということになります。しかし、脳に血液が集まりすぎると、脳はオーバーヒートを起こし熱を持ちます。脳がオーバーヒートにならないためには、脳の静脈血を戻さないといけません。脳の静脈血は、頭の表面の方を通って戻ります。 脳にストレスが溜まってくるとサラサラした唾液があまり分泌されなくなり唾液腺に唾液が溜まります膨らんだ唾液腺はリンパを圧迫して脳から首を通る静脈を圧迫します唾液を出すことで唾液腺が空っぽになり血液の流れが良くなり脳のオーバーヒートが取れて脳のストレスが軽くなりますだから 脳ストレスを取るには甘いだけではなく唾液の出るものでないといけませんリンゴのもう一つの作用には脳の神経伝達物質を安定にさせることですリンゴをそのまま放置しても茶色になりにくいためにはチロシナーゼというリンゴが茶色くなるのを防ぐ酵素がありますチロシナーゼは、 アミノ酸のチロシンの酸化を防ぎます脳の神経伝達物質のアドレナリンやノルアドレナリンがチロシンでできていてリンゴは2つの神経伝達物質を安定にしますリンゴで脳が安定するのですチロシナーゼは甲状腺ホルモンのチロシンを安定する働きがあります 腸の発酵が弱り腸で酸性する熱量が不足すると女性ホルモンが使われます女性ホルモンが不足しないように甲状腺ホルモンが熱量を酸性するのに関わります腸の発酵が足りないと甲状腺ホルモンが足りなくなって甲状腺機能低下が起こりますりんごの発酵液を使うと 腸の中の発酵が進み甲状腺ホルモンも安定します。